短い方がいいというね、どうも単勝です。何ですかね、これ。はい、まあいいですよ、いいですよ、あのじゃあお二人また出てきていただきましょう。アンディさん、深澤さん、お願いします。いやね、もう早速ね、このね、自称神ブロックにふさわしいね、もう自称じゃなくて本当にいい話だったので、ね、非常に思ってますけどもね、まずアンディさんからね、まずこのね、人に言うって本当に大事ですね。まあそうですね、あの言わないでぐじゅぐじゅしてるよ、言った方が絶対いいと思いますね。はい、ね、言霊のパワーってすごいなってね、常々思ってましてね、ね、まあ冒頭、まあ最初からいない人はちょっと分かんないので状況から説明させていただくと、D ブロックに出場予定の黒岩善さん、まあ、今日午前中ね、大阪で公演がありまして、そこからここに移動してくるんですね。で、新幹線止まっちゃったらやだねとかですね、そういうこと言ってたりとかですね、あとはですね、まあ、昨日もね、まあ、舞台監督の柴田と私とですね、晩飯食いながらですね、もし黒岩さんが遅れてしまったらこうやって演出をしようとかですね、そういうハプニングに備えたですね、何でしょうかね、新幹線が止まっちゃったことを前提に話をしてたらですね、それが願望が叶ってしまいましてですね。どこ駅で止まったとかですね、どこで運転再開したとかね、逐一今ね、黒岩さんから連絡が入っている状況で、非常にね、スリリングです。果たして出番までに間に合うんでしょうか。この辺も気にしながらね、あとお楽しみいただければと思います。はい、なんかあとあれですね、なんですかね、あ、そうやっぱりね、カモにするセミナーってよくないね。あ、そうですね、この間その別のところでやったら、僕はカモにされてんじゃないかっていうふうに、まあ、言ったことをすごいね、気分が悪いというふうに言われてる方からクレームがこの間あったんですよ。で、どんなお仕事されてるんですか。え、セミナーの集客をやってますみたいな、あんなカモにする方かみたいなね。そう、だそうです、はい、あ、そっちね、なるほどね。で、多分ね、カモにされてる方も自分をカモと認めたくないからね、言ったら多分、ううなんて言うんだよね、きっとね。はい、どうもありがとうございます。そしてね、深澤さんね、来たね、正六面体で浴場するね、こうさ、深澤さんってさ、すごいこう服装とかも決まっててさ、ね、体脂肪率 7% でね、シュッとした人気講師なんだけどさ、実はね、変態です。変態です。そうなんです。で、変態の深澤さんにね、聞きたいんですけど、カウントダウンスピーチ、初めて聞いたんですけど、これ特にどういうところで用いると、ね、例えばこのビジネスとか会社とかでね、どんな時にうまくこう活かせる感じですか。まあ、私はセミナーとか研修の頭でやるんですけど、数字で表現できないものはないと、だから自分のことも数字で表現しなさい、でもせっかくだったら楽しくやりたいんで、ね、カウントダウン形式でやってごらんなさい、あなたにとっての10って何、あなたにとっての2って何、あなたにとっての0って何っていうふうにやると、意外と自分のことを見つめ直すんですよね。しっかり俺って何なんだろう、何者なんだろうって考えられるので、そういう時に使う。なるほど。スピーチだけに使うもんじゃない。ああ、本当に自己分析みたいなところでも使えるというね。じゃあ最後にですね、深澤さんの変態度数値でお願いします。無限大ってことにしておいてください。はい、ありがとうございます。ということで、アンディさん、深澤さんにもう一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。